レディオアンコール斉藤和義スペシャル。レディオアンコール斉藤和義スペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。改めまして斉藤和義です。このレディオアンコールでは、7月26日にリリースした30周年記念アルバムロックンロールレコーディングセッションあとビクタースタジオ301についてお話ししたいと思います。これはですね、今年がデビュー30周年ということで、何か企画版を出そうじゃないかって話になりまして、どうしようかねっていう、まあただ普通にベスト版みたいなの出すのもなんか面白くないねっていうことで、今まで出してきた曲の中から割とこうハードめな曲ばかりを集めて、今の、ツアーメンバーとかとね一緒にこうスタジオで一発撮りして、それも映像も撮るのはどうかってことになっていきまして、で作った感じですけど、まあ今までなんかスタッフに数えてもらったところ、今のところ308曲ぐらい歌うものとしては発表してきたみたいで、その中から12曲ですかね、12曲選びまして、それを今のメンバーとこのレコーディングのリハーサルっていうのはもう一切せず、もう当日集まって1回2回ちょっと合わせて、じゃあもう撮ろうって感じで、サクサク1日3、4曲ぐらいずつ撮っていって3日間で撮り終わったって感じでしたかね。だから曲さえあれば、あレコーディングって3日で終わるんだみたいな感じもして、普段そんなに時間かけなくてもいいんじゃないかって、こうそれがバレそうで嫌だなって感じもありましたけど、なんていうか、まあ作った当時よりやっぱりこのどの曲もやっぱり一番最近のでももう10年近くは経ってたりする曲が入ってますけど、なんていうんですかね、こう曲っていうのはこうできた時、自分の家なりまあどっかでこう作ってて、一番最初にこう曲ができたってついに完成したぞみたいな時がなんかまあ喜びのピークみたいなのがまず一番最初にあって、でもそれをレコーディングしてCD なりになって、それが世の中にこう出ていって皆さん聴いてくれた、そのバージョンがなんとなくこうその曲の正解のようにして伝わっていくっていうイメージがありますけど、まあその後どんどんライブでずっとやっていったり、ライブでやってもその毎回毎回、自分は特にそうなんですけど、やっぱ全く同じようにやりたいっていう気持ちがなくてですね、毎回毎回その日の感じになったらいいなと思ってるし、まあ、実際やるメンバーによってだったりやる形態によっても違ったりもするんですけど、そうですね、古い曲なんかそれこそ30年そういう感じでやってくる中で、今のメンバーとやるとこの2023年ならではの感じになったり、でも不思議とってこともないけど、まあ、自分でその曲を作った時のことっていうのは本当にすごくよく覚えていて、こんな気持ちで作ったなとかそういうのがありまして、だからその時の状況とかその頃のなんか風景とか映像みたいのは頭の中にずっとあって、それはずっとなんか変わらなくて、だから何ですかね、その歌を歌う時っていうのはその作った時になんか思い描いていた映像が頭の中には絶対浮かんでくるっていうのがあって、そこはなんかね30年やってても変わんないなって思います。その映像が浮かべばなんかもうこの歌は成立すると思ってライブではやってますかね。だから多少なんか音程外したなとかなんか間違えたなとかなっても、その絵が浮かんでればその曲になってるはずだから大丈夫だとか、そういう感じっていうんですかね。はい、
そんな感じですが、で、その流れでといいますか、今年その30周年の、記念のツアーもやることになっていて、10公演ですかね、主要都市7カ所全10公演って感じですかね、でやるんですけど、8月の24日からかな、名古屋をスタートに、名古屋、神戸、札幌、仙台、広島、福岡、東京とあります。和義斎藤サーティスアニバーサリーライブ1993から2023、これからもよろしくビームということでやるんですけど、これはね、そうですね、選曲をやっぱりね、どうしようかなっていうのがあったりして、ファンの方にねリクエストなんかも募ったりして、やってほしい上位3曲を送ってくださいみたいなことでウェブ上でやったりして、でちょっと前に結果が出まして、だいたい上位10曲ぐらいっていうのは、なんとなくこの辺が選ばれるんだろうなみたいな、予想通りっていう感じもあって、その辺はこっちも周年ということだし、選曲にもちろん入れとこうかなって感じはあったんですけど、そうですね、30位ぐらいから40位50位ぐらいとかになってくると、だいたい1曲ずつ2票、3票、あとはずっと1票みたいな感じだったりとかして、いろんな方がいるなっていう感じが面白かったですね。やっぱりこうすごく昔からもう全部聞いてますっていう方もいれば、数曲だけ知ってますっていう方もいれば、本当最近知りましたっていう方もいれば、もういろんな方がいて、そうですね、それがこう合わさって、ライブってツアーってできると思っているし、それでそういうものだとは思っているんですけど、やっぱコアな人は、すごいコアな人たちっていうのはやっぱりもうそのやっぱはなんていうんですかね、全然こう知られてない曲を上げてきたりして、それはそれでもちろん、あ、そんなのあったねって自分でも忘れてるようなやつを上げてくる感じもあったり、そうですね、そういうのも面白いですけど、そうね、でも一方でそのすごいコアな人はもうなんかもうずっと好きだったとか、もう聞き飽きたからやんなくていいからみたいに書いてくる人もいたり、歌うたいとかもう大丈夫ですみたいなことも書いてきたり、そう言わないでよみたいなのもあったり、それを聞きたいって人も多いんだよとかね、一方でそんな最近の人はそんな知らない曲よりしてるのだけやってみたいな感じもあるでしょうし、この辺のね加減をどうしたらいいんだろうというのは悩みどころだったりもしますけど、だからいろんな意見を聞きますが、最終的には今俺がやりたいのをやるっていうことなんですけどね、はい、そんな感じでしょうか。ということで、じゃあここからはアンコール編集部の方からの質問を答えてみたいと思いますが、いくつか書いたんですけど、何ですかね。最近気づいたこと、新たな発見。最近でもないけど、ちょっと前から割と東京でハクビシンを見かけるっていう話がよくあるじゃないですか。で、確かに何回か見たことあって、夜中にブラブラ歩いてたら、あれ猫かなと思ったら、あれなんかちょっと、あんな尻尾の形が違うぞとか、なんか鳴き声も違うぞってなったりして、なんだと思ったらハクビシンだってなって、でこの間も猫が好きなので猫を飼ってんですけど、なんかうちにご飯食べに来るノラもいたりして、でその子用にご飯をちょっと外に置いといたりとかしてて、で朝様子を見に行ったら、あれと思ったらなんかね、タヌキがそのご飯を食べてたんですね。その後もね、何度か見かけていて、
どうも近所にタヌキが住んでるっぽいんですよね。どっから来るんだろうなと思って、いやなんかね、顔で写真撮ったりして顔はすごい可愛い顔してて、一瞬犬かなとか思ったりするぐらいな感じで、そうなんですよね、あれがタヌキが東京の街中にいる感じがちょっとなんかねびっくりしたり、でも最近あまりに見るからちょっと慣れてきたりまして、うん、こんなことがありましたかね。あとは何でしょうか、オーダーメイドで作ってみたいものっていうのがありますけど、オーダーメイドっていうか、まあギターはね、あのオーダーメイドっていうか、あのギブソンさん、ギブソンっていうメーカーが自分のモデルをいくつか出してくれてまして、まあ、それ言ったらオーダーメイドですかね、こんな感じで。まあでも一応こう形は大体もともとギブソンがある定番の形があって、それを何色にしてくれとか、あの握りをこうネックの握りをもうちょっとこれくらいの太さにしてほしいとか、色ももうちょっとこういう感じでとか、そう細かいオーダーをいろいろ出して、でもう何回もやり取りをしてやっと出来上がってっていう感じをやるんですけど、最近は自分でもあのここ数年あの自分でギターも作ったりとかしていて、まあエレキギターなんですけど、あのまあ木材を買ってきては好きな形に切って、ネックだけはまあ市販のやつを買ってきてそれをくっつけてみたいな感じで、で色塗ってとかやってるのがすごい好きなんですけど、特にコロナに入ってから時間があった時期なんかにはもうここ3年で10本ぐらいとか作ったんですけど、最近あのずっと家にこう余ってる木がいっぱいあって、なんかでかいテーブルぐらいの、あのそれで7、8センチの分厚さのなんか木が余ってるのがありまして、それをねどうにかね、その木一本の中からそうこう切り出してギターを作ろうかなってずっと計画中というか妄想中で、そんなことができるのかなと思いつつ、でもなんか YouTube とか見ると海外の人とかでなんか本当に一本の木から切り出して作ってみたとかやってる人がいて、ずっと見ちゃうんですけど、そういうのだできないことはないはずだけど、まあそれで気に入ったものができるかどうかはわからないんだけど、なんていうんですかね、そう、それをねちょっといろいろ落ち着いたらそれをやるぞと思っていて、また工具が楽しいので、あの最近それを切るべくちょっとミニチェーンソーみたいのを注文したところなんですけど、楽しみです。それか、はい、そんな感じでしょうかね。はい、ではまあお知らせとしましては、30周年記念アルバムロックンロールレコーディングセッション、あとビクタースタジオ301っていうのをリリースしました。これは初回版だけ、DVD もついているっていうことですね。通常版が CD だけです。あとは、8月30日に今度は去年の冬にやってた弾き語りのツアーで12月っていうタイトルで、あの弾き語りのツアーをやってたんですけども、で久々の、まあ、弾き語りツアーちょこちょこやってるんですけど、あの日本武道館で弾き語りをやったんですね。で以前にも、やったことがあって、2004年だったかなに武道館で弾き語りやったんですけど、それあの武道館で弾き語りやるのはそれぶりの18年ぶりの武道館で弾き語りっていうのをやって、それがあの DVD とかブルーレイになって出ます。その時だけ、この武道館の日だけスカパラの東京スカパラダイスオーケストラのキーボードの沖くんがね、あの2曲、ゲストで来てくれたり、うつもうちギター弾いてる真壁陽平というギタリストが途中から参加したりと、ちょっと、そんな感じのライブだったんですけど、すごく嬉
嬉しかったですね。久々に武道館で弾き語りってなかなか緊張しましたけど、始まっちゃうとすごい楽しくてあっという間に終わっちゃって、ああもう終わっちゃったって感じでしたけど、はい、それが出ます。あとはツアーが、全国10カ所、行きます。まあ本当30周年っていうことで、そうですね、まあなんだろうな、これからもまだね、もちろん40年50年とやっていくつもりますし、まあ一旦、まあでも30年って区切りがいいところなのでね、まあそこで皆さんの今までの感謝の気持ちも、ありますので、そういう気持ちと自分のやりたい感じと合わさったような、特別な感じのライブになるんじゃないかと今から思ってますので、ぜひ一緒に盛り上がれたら嬉しいです。いろんな情報はなんか、公式サイトなんかでね、また調べていただけたら嬉しいです。ということで、またどこかでお会いできたら嬉しいです。お相手は斉藤和義でした。ではでは。